祝167話うさぎのパンに会いに行こうというお話です。それではご覧ください。どうぞ。うさぎさんを見に行きたいだけなのに、そのワープトンネルってそんなに遠くにあるんですか？簡単にあっちと行ったり来たりできては大変だから遠くの方に追いやったのさ。さあみんなに助けてもらいながらトンネルまで行ってらっしゃい。よし、ワープトンネル目指してゴーゴー。今年はうさぎ年だからね。うさぎのパンちゃん見ておかないと。よいしょよいしょ、あ、パーシーですね。明けましておめでとう。あ、今のはヒロ。明けましておめでとう。それにしてもみんな走るの早いよな。よいしょよいしょ、送ってばなんでこんな遅いのかしら。よいしょよいしょ、待て待てヒロ。お、あれは。よいしょよいしょ、ゲイター、こんにちは。初めてのお仕事どうでしたか？おとといの初仕事は貨車を4台、昨日なんか客車を5台引いちゃったよ。うおー、ヒロー、なんでそんなに早いのよ。はあ、疲れた。お願い、押してくれない？しょうがないですね。石炭ホッパーまでだったらいいですよ。さあ、出発です。わー、助かった、楽ちん。まったく正月早々、なんで僕が石炭なんか運ばなきゃいけないんですか。はい、これ使ってくださいね。あ、あれは？石炭ホッパーに到着です。ありがとうヒロー。ヘンリー、君は今日これからどこに行くんだい？今日はこれからブレンダムの港に行くんだ。そこまでだったら押してあげてもいいよ。さあ出発だ。やったー、ありがとうヘンリー、ありがとうヒロー。さーて、港に到着到着。わー、海は広いな、大きいな、ってか到着、ありがとうヘンリー、クランキー、こんにちは。ごめんごめんクランキー、遅くなっちゃって。配達する荷物はこれかい？そうだヘンリー、お正月には大型機関車には頑張ってもらわないとな。うわー、すごい量だな。パーシー、いいことを教えてあげようか。そんなに走るのが大変だったらここでしばらく寝っ転がってるといいよ。そのうちゴードンだって通るだろうからさ。なるほど、ゴードンに連れてってもらえばいいんだね。よーし、おやすみ。よいしょよいしょ、新年早々忙しいな。あれ、ケイトリンか。おおっと、コナーかよ。やりましたね、ディーゼル店さん、逃げますよ。よっしゃ、リンゴとみかん、リンゴとみかん。こら、待ちなさい、この悪党ども。よく寝たな、ハービー、おはよう。って、パーシーまだいたのかよ。まったく。お、ゴードン来たぞ。おっと危ない、ストップ。何やってんだパーシー、こんなところで。ゴードン待ってたよ、まったく。ワープできるトンネルまで連れてってほしかったのに朝になっちゃったじゃないの。そうなのか。っていうか朝まで寝たんだったら元気になっただろ。一人で行けばいいじゃねえか。まったく、いいよ、連れてってやるよ。行くぞ。お願いしますよ、大型機関車のゴードンくん。なんだパーシー、すごい重いじゃないか。よいしょよいしょ、行くぞ。あれはビクターとニセテリン。なんだビクター、お友達増えてもつまんなそうじゃん。偽物って分かっちゃったんだろ。よいしょよいしょ、もうすぐで到着だ。よいしょよいしょ。まったく、ディーゼルとディーゼル店にはまんまと逃げられたわね。
いや確かに追いかけてきたと思ったんだが、どこ行っちゃったんだ。まあいいや、帰ろう。あ、あったあった、久しぶりだこのトンネル、ありがとうゴロン。お、俺は忙しいから行かないからな、一人で行ってこい。なに怖がってんだよ、ありがとねゴロン、行ってきます。うわー出れた、うわーいた、ウサギのパンちゃんだ、なんか食べてるよ、大きいね、かわいい。あれディーゼルとディーゼルって何やってんの。だからこのトンネルはダメだって言ったでしょ。言ってないでしょ。いやいや言ったでしょ。言ってないでしょ。いやいや言ったでしょ。言ってないでしょ。ちょ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 、言ったでしょ。まったくうるさいな二人とも。パンちゃん今年はウサギ年、君の年だよ。パンちゃん6歳だけどまだまだ元気だよね。僕もあやかって元気をもらっちゃおう。よし今のうちに食べちゃおうって届かねえよ。だから言ったでしょ。うん、なんとか遠かったけどワープトンネルを抜けてパンちゃん見ることができてよかったよかった。